皆さんどうもこんにちは、かくです。本日は5月25日からやってきた週刊 FP レビューマ企画やっていきたいなと思います。本日もブライトンのホテルからの撮影になりますので、ちょっといつもと違う音声になるんですけど、この環境も残り3本ぐらいになりますので、すいません、ご了承ください。ちなみに今撮影しているのが5月25日木曜日の夜で、明日はですねロンドンに移動してロンドンのスタジアム巡りなんかもやっていきたいなと思いますので、その様子も Twitter や YouTube でしっかりと発信していきたいなと思います。ということで、今週は週刊 FP 無料で2回も弾ける激アツ3週間の2週目となります。今週に関しては狙いの選手次第では5回弾く価値あるガチャだと思ってますので、ぜひこの動画を見た上で弾くべきかどうかっていうのを考えてみてください。僕は残念ながらプレミアリーグにすら落ちませんでした。ブライトンで泣いてます。今回も旅行先からではあるんですけど、しっかりと動画まとめてきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。みんないつも動画見てくれてありがとう。ではまずこちらが各選手の変更点の一覧になります。こちらを見ていただければ通常選手から何が変わったのかっていうのが一目瞭然になってますので、まずはこちらをご覧ください。そしてここからが個別比較当たりランキングになるんですけど、まずは第11位 B 評価ロマニョーリ選手。今週はですねジルーに注目が集まりがちなんですけど、このロマニョーリもなかなかにアイコン躍動的ですよね。スキルは完璧だったり能力は悪くないので、正直いつもの11位と比較しても全然強いんじゃないかなって思ってますね。まあただディフェンス能力とかやっぱり物足りないので、積極的にガチスカで使うかって言われたらそこまでではないのかなって感じですかね。ライブアップデートはこんな感じでめちゃくちゃ優秀です。最後に過去版との比較はこちら。丸1の習慣とはほぼ同じで、丸2とはディフェンス能力がっつり負けてますので、僕だったら丸に使うかなって思いますね。第10位 B 評価エルモソ選手。ワンパスルパが追加されて2回目の FP 登場となりました。スキルはセンターバックとしてはかなり優秀ですし、とにかく爆速、これがエルモソの魅力ですよね。ただセンターバックでやるにしてはフィジカルと守備能力は厳しいので、使うならサイドバックだとは思うんですけど、とはいえスタミナも結構低いので後半のサイドバック守備固め要員とか割と起用は限定的になっちゃうかなと思って、今回はこの順位にさせていただきました。ちなみに前回との比較はこちら。アイコンは前回の方がいいですけど、スキル面含めて能力に関しては今回の方がだいぶ強そうですね。ここからが A 評価、第9位タバーニア選手。なんとほぼ1年ぶり2回目の登場となりました。当然能力は圧倒的に今回のが強くなってますので、ぜひ前回持ってる方は乗り換えちゃってください。まあ、能力に関してはズバ抜けて高いわけではないですけど、全体的にバランスよくスキルも豊富なので、今週みたいにライブアップデートいい週は全然起用できそうですよね。ただインナーラップサイドバックということで結構中に入ってくるサイドバックになりますので、この辺りの好みは分かれそうかなって思ってますね。ファイバックとかメインで使ってる方にはおすすめで、ライブアップデートはエピック級に安定してますので、インナーラップ好きな方からしたら最高の当たりになるんじゃないかなって思ってますね。第8位は A 評価ムボモ選手。プレミアリーグよく見てる方だとブレントフォード、ムボモ誰ってなってると思うんですけど、これエンベウモ選手になりますね。ムバッペエンバペ問題とか、意外と海外のサッカー選手って呼び名が分かれたりするので、この辺り分かりにくかったりしますよね。でこの選手はもう能力見たら分かる通り分かりやすいウィングストライカーで、シンプルに使用感良さそうですよね。ボールキープはちょっと低いですけど、ドリブルスピード瞬発ボリコンしっかり高くてスキルも豊富、今週ならウィングやサイドハーフの起用でゴリゴリに前そうですよね。ただ欲を言えばダブルタッチワンパスルパ、このどれかのスキルがあってくれればより良かったんじゃないかなって思っちゃいましたね。お次は第7位 A 評価グイリ選手。最近マッチパスで出たばかりのグイリが2列目に変更されて、ヘッダーとミドルシュートが追加されて登場しました。もともと持ってるダブルタッチワンシューワンパー厚いですし、能力も平均値が非常に高くて、ライブアップデートで調子が上がれば一気に底上げされるタイプですよね。いやこれかなり能力良くないですか。今回サイドハーフ登録で本適性もつきましたけど、普通に無印のセンターフォワードで使っていただくのが一番いいんじゃないかなって思ってますね。でこちらがですね過去版との比較、これは迷いますけどギリ今回かな。プレイスタイルが違うので純粋な比較ができないっていうのは前提として、能力は前回のが強いんですけど、ただスキルの追加なんかも考慮すると総合的に見てギリギリ僕は今回なんじゃないかなって思ってますね。まあリンクフォワードで使いたいか無印で使いたいかで考えてあげてください。
さあお次は第6位、 A 評価ジルー選手。いやこのジルーのアイコンマジでいいですね。個人的にはこういうアイコンって思い出にもなるので、もっともっと出してほしいなって思ってますね。まあそれは置いておいて、今回のジルー優秀じゃないですか。ワンタッチシュートのスキルついたのもでかいし、ボックストライカーに変わったので今までとの差別化もできてるっていうのもすごくいいですよね。でもう皆さんわかると思うんですけど、ジルーは人を選びます。めちゃくちゃ空中戦やフィジカルは強いんですけど、その代わり超鈍足なので重さは間違いなく感じると思いますね。ただスーパーサブ持ちってこともあって、後半から入れればクロスをぶち込んでくれたりとか、体張って起点になったりしてくれるとは思いますので、間違いなくチャンスは作れるタイプだなって思って今回はこの順位にさせていただきました。登場は5回目ですけど、ボックスストライカーは初なので、被ってもギリ耐えられるのもいいんじゃないかなって思ってますね。ちなみに過去版との比較はこちら。能力名は間違いなく過去最強で、丸三のワールドカップ週間もワンシューのスキル追加されてたんですけど、その時よりも能力はバッチリ強くなってますね。過去最強ナイス。ここまでが A 評価。第5位、アンギサ選手。この選手は無課金勢とか選手揃ってない人にとってはかなりの当たりなんじゃないかなって思ってますね。スキル優秀なバランスいい中盤で、今後の C 固定環境でも嬉しい波小さい、しかも週間では珍しくスタミナまでしっかり高いので、これが無料分とかで引けたらかなり熱いんじゃないかなって思ってますね。まあ欲を言えば、もう少し足元があるか、ハードプレスらしく守備能力があるか、どっちかが高ければより魅力的だったなとは思うんですけど、まあでもライブアップデートもさすがナポリ勢ですごくいい感じですし、いろいろなスカットに入る汎用性の高さなんかも考えるとかなり当たりと考えていいんじゃないかなって思ってますね。最後にこちらが過去版との比較になります。これ難しいですけど、あくまでハードプレスって考えたら守備面は結構大事だと思いますので、過去のハイライト持ってたらそっち使う形でいいですかね。それもあって今回は A 評価ストップでこの順位にさせていただきました。ということで次行きましょう。ここからが A プラ評価。第4位、シェルキ選手。この選手今週の隠れ当たり枠じゃないですかね。今回なんと3つのスキルが変更されて一気に覚醒いたしました。エラシコがついたことで特殊ダブルタッチが可能になりましたし、ワンパスルパアウトスピンに根下持ち、スキル噛みすぎますよね。さらに能力もドリブルが非常に高い上に逆足両方最高。これボールの持ち感かなりいいんじゃないですかね。今回 OMF 登録ですけど、ウイングの方が合うタイプなんじゃないかなって思ってますね。波は普通ですけど、ライブアップデートはめっちゃいいので、これを見るともっと早く出してほしかったなって思っちゃいますね。ただ初ゲットではありますし、まあ、アルバレスやフィルミーノほどではないですけど、その時点で当たり枠になってくるんじゃないかなって思ってますね。こっからトップ3いきましょうか。まずは A プラ評価、デヘア選手。いやコナミさん、めちゃくちゃ強化度いいですやん。ちょうどこの前の FP 予想でゴールキーパーはなーって言った後のこの強化、ありがとうございます。最高です。トップ強化のゴールキーパー数値が全て3上がり、デヘアでこの上がり方は完璧ですよね。波は普通ですけど、193センチの低弾道ロングスロー持ちで、このゴールキーパー能力は余裕でガチスカレベルなんじゃないかなって思ってますね。今週当たった方、即ガチスカで使ってみてください。まあ、正直波普通は今後の C 固定環境を見据えると気になりますけど、3ヶ月経って次のシーズンが始まればライブアップデートも復活してくると思いますし、こっから1年間契約があるって考えたら、ここで当てておいて絶対損はない選手なんじゃないかなって思ってますね。まあやっぱりね、週刊 FP ってゴールキーパーがいいだけでガチャの安定感だいぶ変わってくると思いますので、そういった面でも今週なかなかね熱いガチャになってるんじゃないかなって思ってますね。コナミさん、今後もこれぐらいガッツリ上げちゃってください。でこちらがですね、どんなルンマとの比較になるんですけど、いやこれすごくないですか。週間でこのレベルのゴールキーパーが出てきたことにまず感動してますね。身長面は負けてたりとか波小さいもありますので、まあどんなルンマいたらいいかなってところはありますけど、ゴールキーパーセンスは勝ってたりとか、能力はどんなルンマとも遜色ないレベルですよね。調子良ければマジでガチスカありよりのありだと思いますので、ぜひ大事に使ってあげてください。ちなみに過去版と比較してもこれは過去最強で良さそうかな。丸4とは迷いましたけど、全体的な能力強化を考慮しても今回が一番強いんじゃないかなって思ってますね。全バージョンから乗り換えちゃってください。さあこの動画盛り上がってまいりました。第2位、 A プラ評価、アルバレス選手。いや今週さ、 FP 予想で僕アルバレスピックアップしてたんですけど、それ当てられたのがマジで嬉しいですね。ただガチャでは当てられない。ガチャで当てさせてくれよ。
すいません、ちょっと取り乱してしまいました。で、今回ですね、上位4名を A プラ評価にしてるんですけど、アルバレスとフィルミーノはやっぱり頭抜けて当たりだと思いますので、もし無料2回でアルバレスとフィルミーノを当てる方がいたら、もうとんでもない豪運なんじゃないかなって思ってますね。で、アルバレスってこうやって見ても特別突出した能力があるわけではないですし、ダブルタッチもなかったりはするんですけど、使うとめちゃくちゃ使いやすいんですよね。僕はね、ライブでのアルバレスは持ってないんですけど、リンクフォワードのアルバレスはよく使ってますので、使用感の良さっていうのはすごく分かってるつもりですね。まあ実際ですね、全部平均して高いですし、逆足良くて波小さいなので、とにかく超万能型ラインブレーカーって感じですよね。スルパ持ちっていうのも現環境ではすごく大きな優位性ですよね。ワントップもいいし、ツートップでムバッペとかルンメリゲとか爆速ラインブレーカーと組ませても面白いと思いますので、ぜひいろんな使い方試してみてください。で、万能ライブレということで、パッと思いついたデパイとの比較になります。まあ、ダブルタッチはないんですけど、スキルはやっぱ優秀で、ワンパスルパチェイシング、このあたりしっかり持ってるのが熱いですよね。あとやっぱこうやって見ると守備能力もしっかり高いので、デパイも優秀ですけど、アルバレスもマジで穴のない能力値だなっていうのをこれ見て思いましたね。最後にこちらが過去版との比較になります。丸1が同じラインブレーカーになるんですけど、丸1の上位互換になってますので、ワールドカップ週間と被った方はもちろんね、絵柄的にどっちも残していただきたいですけど、能力的には乗り換え安定になりそうですね。で、丸2とはプレイスタイル違うので乗り換えの必要はないですけど、全体的な能力とチェイシングの追加なんかも考えると、今回が一番総合力は高いんじゃないかなって思ってますね。さあ、この動画ラストはもう皆さんわかってるでしょう。第1位 A プラ評価、ロベルト・フィルミーノ選手。いや、フィルミーノ来たのマジでやばいね。退団が決まってるリバプールの本拠地アンフィールド最後の試合で、後半ロスタイムに同点弾、引き分けだったので来ないかなとは思ってたんですけど、選出してくれたコナミさん、まずは感謝を送りたいです。ありがとうございます。そしてこの強化ですよ。もういきなり過去版との比較見ちゃうんですけど、スーパーサブついた上にこの能力差、前回とはもう別人の選手に仕上がってますね。で、今回ですね、スーパーサブだけじゃなくてワンタッチパスもついて、スキル能力ともに非常にリンクフォワード向きなステータスに仕上がってますよね。しかもね、この能力にスーパーサブっていうのが最高なんですよね。何かが飛び抜けて高いとかじゃないからこそ、全体が底上げされてスーパーサブの恩恵をバッチリ受けられるタイプなので、こう見ても今週の中で圧倒的なナンバーワンはこのフィルミーノで間違いないと思いますね。まあ波普通だったりとか瞬発が低かったり、気になる点はいくつかあるんですけど、スーパーサブって考えたらこの辺りもある程度緩和できるんじゃないかなって思ってますね。最後にこちらがスーパーサブリンクフォワード、デュロフェウとの比較になります。やっぱ瞬発ですよね。ここの低さっていうのはちょっと気になりますけど、フィジカルや守備能力めっちゃ高いですし、このチェイシングと守備意識の高さっていうのはスーパーサブとの相性もかなりいいと思いますので、いや、デュロフェウとこのぐらいの差って考えたらマジで大当たりだなって思いましたね。記念としてもそうだし、能力としても最高クラス、言うことはありません。ということで、今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。ちょっとホテルで撮影してるので、若干コショコショ声にはなっちゃったんですけど、話したいポイントは全部話し終えたと思いますので、ぜひこの動画を見た上で、引くべきかどうか考えてみてください。まあ、ガチャ動画でも話した通り、安定感はすごくあるガチャだと思いますので、アルバレスもフィルミーノも持ってなくて、どちらも狙ってるよって方は、無料分だけじゃなくて、コイン分も引いてみてもいいんじゃないかなって思ってますね。では、今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。もうちょっと、ブライトンからの動画も出ますので、ぜひ楽しみにしていてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。